カメラこんばんは、るちゃんです。たんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。我们两个之前有发联谊的一系列影片啊，就有很多人在下面留言跟我说有没有男生版本的，所以我就上网查了很多，结果发现在网络上有个在日本男生之间很有人气的一个测验，是说测验你可能在第一次约会的时候得到这个女生的芳心，还是你要怎么配合女生让女生觉得跟你约会很开心的一个测验题目。今天就想要让文档来挑战这个题目，那观众也可以跟文档一起看看看你可不可以拿100分。文档は100点を取る自信ありますか？まあ余裕でしょ。27歳の丸の内の OL、 めんどくさそう。港区出身で現在も白金台の実家暮らし、清楚系美人。先日同期が開催した飲み会に呼ばれた時にいた女性、肩下ぐらいのセミロングヘアに、時計はカルティエのタンク、カバンはロエベで、靴はベリーコ。グランメゾン系の有名店から、近所の洋食屋も好きという、はい、美味しそうだな。ストライクゾーン広め、少しほんわかした雰囲気で、白金育ちと聞いて納得する。実家暮らしだもんね。そうでしたね。自宅暮らしですね。1番。1番はい、正解は2番、恵比寿三丁目新編。ああ、彼女の住む白金からタクシーで1メーターという距離感もちょうどいい。1メーターそうなん。場所は感覚的にタクシーで1500円以内だと嬉しく、2000円を超えるとちょっと遠いなと感じる。1の自家近いの方が、夜だと道が結構暗いのが盲点。女性は暗い道に敏感なので、仮に店集合だとしたら初デートには向いてないと思います。3の騒がしエリアも回避したい。暗いんだ、全然わからない、ね、行ったことない。文旦あまりあの辺行かないもんね。東京長いけど行かないよね。難しいな。2か3なんだろうけど、2だな。しつこすぎるのもなーって思うから。でもたくさんやりとりとった方が私に気が合うなっていう可能性はないかな。まああるけど、俺自体そんな LINE する方じゃないからさ。あー、なるほどね。俺がそんな LINE されるとあんまり逆に嫌だなって思っちゃうタイプだ。台湾の日本は逆かもしれない、うん、なんか LINE がすればするほど私のこと気になってるなとか思ってる。回答を発表しますよ。回答は2位です。よし。そう、前日までにお店の詳細を連絡する。初デートのマナーでしょうね。仕事後そのまま店行くため、朝コーディネートを考える際に店が決まっていないと大変困る、うん、3は深い関係ではないうちからおはようなと送られても返信内容に困るので、デートまで楽しい会話を取っておくのがベタ。あー、なるほどね。初デート後を受けて LINE のやり取りがスタートすると心得よ。ではここ10ポイントゲット。1か2なんだよな。安いもの、いや2だな。カルティアの時計とか持ってる人でしょ。ああ、確かに。なんか金持ちな人に、まあでも気持ちが伝わればいいかなと思うけどね。まあでも2にしとこう。答えは1です。はい。マジか。女性は何がもらうと嬉しい生き物。ただし自分から誕生日なんだと言ってないのに、初デートで高価なプレゼントをもらうと、このお返しはどうすればいいだろうと見構えるので、さらっと渡せて重たくない贈り物を。また店で誕生日ケーキやプレートなどでお祝いされても嬉しい。知ってるのに何もないのは論外。1? なんでですか？え、だってさっき1000円から3000円のものっつってでしょ、うん、高価なものあげてダメなんじゃない？あー、なるほど。正解は1。あー、やっぱりね。そうそうそう。初デートでベストなプレゼントは相手の札にもならず、もらうと嬉しい華やかな花パターが正解。でも俺、花もらっても持って帰るのめんどくさいって思っちゃうんだけど、違う？ここは書いてるよ。何々ちゃんのイメージだなと思って、と言って渡されると、
喜びは2倍に。ああ、なるほどね。私のこと考えてくれてんだ的なね。そうそうそう。ピンク、黄色、白など定番で可愛げの色合いをチョイスすれば失敗はないが、基本的に花束の作成は店員さんに任せよう。うん、何気にさんも嬉しいが、小さなカバンだと荷物になるから、うん、ダメ。3でしょ。 3? あ、待てよ、1かな。2はなんかさ、適当すぎない？申し訳ないから、カフェの情報を与えてもって感じだから、俺3番かな。3番いきます。はい、正解は1番です。それ3番は一番ダメですね。1時間待たされとしても、そこは大人のデート。突然の仕事は仕方のないことだと女性も理解している。マジ？そんな中、さりげなく気遣いができ、細やかな手配力がある人はかなりポイントアップ、うん、プラスとして、寒いから暖かい場所にいてねなどの一言があればさらに嬉しい。資産のように女性を一人でボンとお店にいさせるのはデートする資格なし。あー、なるほどね。資格なしで言われてるよ。言われたらそうかも。ここでも一人で待たせるじゃん。しかもそっからその店に行かなきゃいけないでしょ、うん、その時間を俺は考えると、もうそのまんま直接行ってごめんなさいっつって謝って、うん、でも私たちは多分その白金台とかして難しいね。そういうレストラン行かないからな、あんま。3、この店のおすすめを食べれば問題ないんじゃない？正解は3です。しゃ、よく好きなものを頼んでいいよという男性が言いますが、女性側も初デートは気を使っているため、メニュー選びも任されても意外に困ります。ここは間を取って素直にお店の人に聞くのが正解。またその際に残して狂気が悪いと思われたくないので、女性がどのくらい食べられるのか、お腹の減り具合を聞くこと、そして苦手な食材も最低限聞くべし。いや、そこは3番で。3番？芸能人？ここからなんか話盛り上がるかなと思って。あー、なるほどね。回答いきますよ。正解は2です。ダメだよ。容姿3割、中身7割ぐらいで答えて。まずざっくりと7割ぐらいの女性に当て はまりそうな。7割か。うん、優しくて笑顔がいい子などからスタート。そこから小柄な子とか肌が綺麗な子など、彼女が自信を持っていそうな具体的なパーツに落とし込んで、全力で好きな芸能人を答える人もいるが、そこでミハートが隙間見られたらアウト。これなんですよ。3番。なんか直接言うと喧嘩になっちゃうから、うん、店の人に頼んだ方がいいかなと思って。ああ、正解はいいです。ここはスマートに言葉を慌てず静かに店を去るのが正解。決して自分は悪くないし、女性側もそれは十分理解しているが、ごめんね、なんかお店うるさかったねと気遣いの一言を添えられたら最強。また1軒目が騒がしがったのならば、2軒目は必ず静かな店へ。ワイワイとした店よりも初デートはゆっくりと話せる静かな店を選んでほしい。へえ、俺の頭の中じゃ1軒目のことしか考えてない。2番だな。どうして？いや、消去法だよ。1番はまず見せるのは良くないでしょ。3番もトイレ行くって言ってるようなもんでしょ、うん、だったら2番でしょ。確かに正解は2です。よし、とにかくさりげない気遣いとベタなことをできる人が勝つのが初デート。トイレにいている間にお会計のようなオートテイクを実践して損はない、うん、案外女性は目の前で会計されることはそこまで嫌がっていない以上、相手が支払う際に慌ててお手洗いに立つのは払わせようとしていると思われたら嫌なので3は除外、うんうん、ここは良かったね。10点ポイント。せめて50点いきたいんだよな。いや、3番だな。ちょっとユーモアあるから。うん、なるほどね。
答えいきますよ、はい、1番です。ここは笑顔で爽やかに男気のある人は市外も会いたくなる。またこちらが支払う意思があるがないかにかかわらず、初デートで割り勘は私ってその程度の女なのかなっていう場合もあります。脳内で支払ってもらった金額イコール相手の自分に対する熱量と捉えるかもしれない。あ、でも3番俺好きだけどな。うん、なんか笑えるじゃん。私も3番が好き。笑えるじゃん。ただその2軒目でお願いっていても絶対そうじゃないから。そう、絶対払わないけど言う。私も3番がいいかなと思って。いや俺とルーちゃん大人な人じゃないんだじゃあ文旦の点数は40点です。いやー、合格に2問が足りないですね。あ、60点。そう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 。マジか。皆さんは何点飛びましたか？いやいや、むずいねこれはね。でもこれやっぱり人それぞれだと思う。だって私もなんか支払ってもらった金額イコール相手の自分に対する熱量とかも思わないし、でもこれはすごいなんかその面白いと思って。面白いね。 そんな考え方もあるんだって、うん、あといろいろなんか文壇と私の間あまり発生しない問題が出てくるからめちゃくちゃ面白い。あんまり考えたことないな、ルーちゃんとは。皆様も自分が取ったポイントぜひコメントで教えてください、ね、いやー、みんな40点ぐらいじゃないやっぱ以上今日の動画でした。其实这个测验里面有两个 case， 那今天我们就只讲一个 case 了，因为讲两个的话影片又太长了。那如果说大家喜欢这个题目的话呢，欢迎下面留言告诉我们，我就会拍第二 case。那如果说你喜欢我们这支影片的话呢，都欢迎帮我们按一个赞，然后订阅我们的频道，开启小铃铛接收最新的通知，也可以订阅我的 Instagram， 在这里等等，我的日常生活都更新在这边，有兴趣的人可以追踪看看哦。那我们下次影片再见，拜拜，拜拜 ，See you next time， 拜拜。ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。みんな見てね。